初めてセッションに行ったのが確か赤坂のクローフィッシュっていうところだったと思うんです。調べたら2010年だからもう10年、確か音楽仲間の勲さんに誘われたクラプトンのセッションだったと思います。まだねセッションも月1参加で、今思えば可愛いもんでした。でそれまではねずっと数ヶ月に一度のバンドの練習と自宅の一人演奏で満足してたんですよ。バンド組んでたからライブは半年に1回くらいやってたけど、ワンマンだったから他のギタリストとの交流ってのはほとんどなかった。だから影響を受けたり触発されたギタリストっていうのはまあほぼバンドメンバーのギタリストだけだった。でさ、そこそこ自信があったから初めてのセッションもいいとこ見せてやろうぐらいに思って行ったのね。でもさ、世の中広いよ。簡単に打ち負かされちゃった。勲さんは堂々としてて強烈なトーンで弾いてるし、まあ気分は道場破りして帰り討ちにあった剣術家って感じ。でもね、楽しかった。セッションってよほどのことがない限りプレイヤーの技量は問わないからさ、マナーさえわきまえてれば大体楽しくできるのよ。その後もね、勲さんにいろんなセッション会場に連れてってもらって、そのうち自分でも開拓するようになって、今じゃ私が顔を出したセッション会場って多分25以上にはなってるんじゃないかなと思う。すごいよね。まあいろんなところで仲良くしてもらって、上手いやつのプレイ見ては落ち込んで、技盗んで、バンド演奏の中でのギターの役割だとか、音量やおぶりのタイミングとか、いろいろ教えてもらいました。やっぱね、自宅練習だけじゃ限界があるね。セッションに参加する前より格段にマシになったと思います。きっとさ、誰かから膝つき合わせて教えてもらったことや、CD から好きなアーティストの演奏をコピーしたものって、その段階じゃまだものになってないんだろうね。実際、現場でプレイして初めてものになったものっていくつもあるよ。刑事物の映画でね、事件は現場で起こってるんですみたいなセリフがあったけどさ、やっぱね、音楽もいろんなことが現場で起こってるんだなって思いました。上達の近道だね。一人で開拓してセッション会場に行くときっていうのはドキドキだよね。そんなときはやっぱり道場破りに行くんだって気持ちで扉を開けるんだけど、でもね、大概の場合はみんな笑顔で迎えてくれるのが嬉しいです。以前ね、とあるライブで、告知に載ってなかったバンドが隠し玉で当日登場したって時があったのね。で、告知に載ってたバンドの枠が削られて、そのバンドが割り込む形になっちゃった。主催者側としてはサプライズのつもりだったんだよね。でもね、こういう手法はメジャーなアーティストしか通用しないんだよ。サプライズで登場したのはどこの馬の骨かもわからないアマチュアだったの。誰も知らねえっつ。誰だよお前らって状態ね。別の意味でびっくりだよね。きっとさ、時間削られたバンドは当初与えられた時間をフルに使ってお客さんに喜んでもらうべくいろんな準備してたと思うんだよね。時間削られたバンドはどう思っただろうね。私ならたとえ事前に要請があったとしてもプライドが激しく傷ついたんじゃないかなと思う。私ならその箱を二度と出ないかな。翻ってお客さんだよ。告知見て時間削られた側のバンド見に来たのに、知らないバンドが我が物顔でシャウトしてたりするわけ。私だったら主催者や箱のオーナーに猛然とクレーム入れたと思うな。まずは金返すだよね。ほとほどさようにアマチュアバンドのサプライズっていうのは、おおむねやる側の自己満足で終わってしまうことが多いのよ。結婚式の披露宴でもさ、変なサプライズ用意したくなるじゃない。
出席者みんなしらけてドン引きして拍手もまばらでさ、困って下向いちゃってる新郎と花婿がいてさ、盛り上がってるの仕掛けた当事者だけみたいな、なんかそれに通じるものがあるよね。そんなもん見に来たんじゃねえよってことじゃない。何度も言うけどさ、客は金払ってんだから、見たくもない飛び入り見せられて何が嬉しいのかって話を。時間削られたバンドと見たくもないもの見せられた客のね、声が聞こえるんだよ。話が違うじゃねえかってね。100歩譲ってサプライズはいいとして、告知通りのことはちゃんとやれってことだよね。まあ私もね、ライブを主催することって結構あったし、これからもあるけど、今思うと気づかないうちにそんなことやってなかったか、今更ちょっと心配になってきました。大丈夫だよね、私何もやらかしてないよね。皆さんが持ってるギターってきっと1本や2本じゃないと思うんですけど、どうやって使い回してますか？多分何本かはケースにしまったままだったりするよね。私はね、セッションやライブの回数が多い分、まあ結構均等に使い回せてる方だと思ってます。そうなると自分のメインギターってなんだろうねってなっちゃうんですよ。クラプトンにブラッキーがあったように、ジミーページにレスポールがあったように、アルバートキングにフライング V があったように、その人の代名詞となるようなギター、別にアマチュアにだってそんなギターあってもいいと思うんですよ。セッション仲間からあいつといえばあのギターだねってのあってもいいんじゃないですかね。私はどうかなと思うんですけど、もし私の追い先が短くなって奥さんにお金残すためにギター売っ払うってなった時に、一本だけ残すとなると何を残すかなって考えた時、悩んだんですよ。なんかね、使うにあたってのベストなギターっていうのと、思い入れで手放したくないギターっていうのはまた違うんだよね。まあそれも悩みどころですよね。圧倒的な回数で使い倒してるギターってのも良くも悪くもないしな。私の場合はレスポールか335かもしれないですね。いずれにしてもギブソン系だろうな。いやー、どうかな。以前もどっかで話したことがあったような気がするんですけど、ギターによって出てくるフレーズって違うんですよ。だから多分最終的には一番自分らしい、自分にとって一番親しみのあるトーンやフレーズが出るギターを選ぶんだろうなとは思いますよ。まあ下世話な話ね、本妻すなわちメインギターがいて、目掛けすなわち他のギターがいる感じ、それともアフリカのどっかの国みたいに一夫多妻制なのか。セッション仲間見てると、多分メインとかサブみたいに使い分けてる感じはないかな。私も含めてのセッション仲間の多くは、持っているギターに対して、メインとかサブっていう、本妻と目掛け的な意識はなくて、一夫多妻制を取っているような感じがするかな。身の魚ですね。